とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていこうと思います。これシュガーラッシュですね。ちょっと前のタワーで出たやつで、黄金が無限となってます。で、カスタムで下に、クールダウンショット、そしてバーストボーストリング。で、マルチショットをつけたんだよね。クールダウン1で使っていこうと思うので、ここはね、ロールチャージ、アーティファクトチャージがいいかなと思ったんだけども、まあ、最近ちょっとバーストボーストリングにも慣れてきたので、マルチショット、これで、やっていきたいと思います。シュガーラッシュはピンクスコーンドレルと性能が一緒です。なので、長弾の上位モデルがついてますね。いろんなやつに長弾するっていうやつがついてるので、かなり強いと思うんだけどな。で、雷の矢筒ビルドですね。やってみましょう。どうだろう？それでは行きましょう。クリーパーの森ですね。無限じゃなくてもいいかなと思うんだけどね。でも無限はあって、損はないやつなので、あ、強いね。ちょっと待ってね。雷の矢筒が、変えていってるのか、ちょっとそれを確認したいな。ちょっと待ってね。雷の矢筒が全員に当たるか。あ、当たる！長弾していく。大丈夫だ。花火は、長弾しなかったよね、確かね。でも、雷の矢筒は、すっごい長弾する。これ。このグリーンメナスと、ピンクスコーンドレル。あと、なんかあったんだけどな。なんだったかな？忘れた。この長弾の上位のスキルがついてるやつって、すごいね、強いんだよね。いや、いい感じ。グリーンメナスでもいいんだけども、多分ピンクスコーンドレルの方が使いやすい。敵が怒るからね。あ、怒った。それ。あ、いいと思う。これは、相当いいと思うね。稲妻の矢筒って、今まで、あれで使ってたんだよね。冬の指先で。で、冬の指先は、バーストボーストリング使った時に、敵いないな。3方向に、3連射するのよ。まあ、とにかく、たくさん矢を発射することでダメージを稼いでたんだけども、このピンクスコーンドレルは、3つの矢は出ないんだけども、ものすごい長弾するので、この稲妻の矢筒との相性は、これいいと思う。ものすごくいいと思う。まあ、ただ、ボタンを連打して押しっぱなしにするだけで、全然倒していけるんじゃない？今のところね。で、さっき何だったの？モブダメージが上がったの？いや、違う？速度が上がった？まあどうでもいいや。どうでもいい。クリアはできるよ。オッケー。あ、やっぱこの激怒がね、ついてるっていうのが、強力だわ。激怒で、敵がね、倒れなかったとしても、近くの敵とやり合ってくれるので、使いやすいよね。よし。じゃあ、まあ、とりあえずここのキャプテンを探しましょう。何体いるかな？でもやっぱ敵が少ない時、1体2体の時は、バーストボーストリングでクールダウンショットが発動しないので、そこはちょっと注意だな。でも最近、その動きにも慣れてきたので、大丈夫でしょう。これよ。動きにくい。なんだ？略奪者か。はい。これはいいです。略奪者は問題ない。いいね。いいよ。使いやすい。あと1体ぐらいキャプテンいるでしょう。あれ、いない？意外と少なかったね。まあ、とりあえず、これで進んでいきまーす。キャプテンがいないままもう終わりに近づいてきましたね。でもね、これ、おそらくだけども冬の指先より強いと感じる人が結構いるかもしんない。それぐらいね、この長蘭との相性が良すぎる。稲妻の矢術がね、長蘭との相性がいいと、あとはあれだ、この激怒。激怒がものすげえいい。激怒は愛のメダルと違って自分たちにね、攻撃もしてくるんだけども、それでもよ、全然いい。意外なところで敵が同時ね、自分の仲間と戦ってくれたりするし、やっぱり、いや、長蘭すごいわ、これ。ものすごいね、長蘭して、この雷がそこに落ちるんで、ダメージがえぐい。あれ、いないな。ちょっともうキャプテンはいないかもしれません。もうゴールももう間近だと思うのでね、さっとクリアしちゃいましょう。これ無限はいらないかもしんないね。あって損はないんだけども、あって損はないけども、それよりも火力を入れたいところか。おお、すごい !3 体いる。3体いる。ちょっと待って、倒そう。まず。じゃあ、脅威。まあまあ、最後の最後に出てきてくれてもさ、そんな面白みはないんだけどね。じゃあ、脅威が一気に3まで上がりました。ということ、おお、いた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 ！オッケー。今回全部キャプテンいましたね。珍しい。オッケー。で、最後が、モブ HP が 120%。まあまあ、もうすぐそこがゴールなんで、全く問題ないですけどね。いや、いい感じだったな。キャプテンが全部いてくれたので、嬉しい。落ちたつえおお、いや、俺意外と、冬の指先よりもこっち好きかもな。やっぱ激怒と、この長弾、パワフル長弾がとにかく使いやすい。いや、これもうほんと、無限じゃないやつを探したいな。とりあえず、クリアです。はい、ということで、戻ってきました。今日はこれね、シュガーラッシュ使ってみましたけども、無限じゃない方がいい。違うな。無限じゃなくてもいい。下は、これ正解だと思うのよね。バーストボーストリングとクールダウンショット。で、マルチショットね。で、黄金の無限のところが、ロールチャージが使いやすいかな。やっぱり敵が少ないところで、クールダウンショット発動しなくなるので、その時にロールチャージがあれば、ガシガシいけるのよね。安定性を高めるためにも、それを入れたがいいかな。まあ、むしろこのマルチショットを抜いて、ロールチャージ入れてもいいかもしんないんだけどね。それでも全然良さそうね。まあ、とりあえず、このパワフルな長弾、これがとにかく強かった。稲妻の矢術との相性が抜群で、いい感じでしたね。またイベント装備っていうのがいい。はい。まあ、とりあえずまたね、タワー周回して、こういうシュガーラッシュとか、あとクモの巣の弓、あれをね、厳選していきたいところですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。